白い闇が出てくるわ。君ってやつは。よかった、本当に。まったくもう、最後まで心配をかけて。やりやがったか。あ、なんだ、どうした。そういえばミリアムはここにいるよ。心配させるな。勝負は灰の勝利。これで全ての決着が。ミリ、あ、やっぱりそうなっちまったか。それって。なんとかなりそうだな。ナリノール、いけそうか。うん、すべての力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外。ま、そっか、抑えられないんだね。呪いの本体、黒きイシュメルガの悪意を。ああ、よこせよこせ。我のものだ、すべて。これが父やドライケルステイを蝕んできた者の正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶だが、黒の本体と分離され、この次元に顕現した今こそ葬り去る唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえ、ふざけんじゃねえぞ。こら、ああ、諦めるのは早い。イシュメルガの干渉が弱まったのが原因だろう。アリサ、すまなかった。10年以上ぶりになるのかな。父様。リン君、ギリアスさんは最後まで諦めなかった。元凶とともに大いなる一のみをこの次元に顕現させる方法を。聖獣たちの加護を得た君ならば、きっと。まさか、あれはこの時のための。うん、試す価値はあるだろう。大いなる一は錬成間近。元凶と共に檻に封じるがいい。お主の魂に絡みついているものを皆の力も借りて引き剥がすことによって。ああ、迷ってる暇はねえ。
思いをそなたに届ける。僕たちだけじゃないよ。黄昏の儀式を逆利用して帝国中にいる皆さんからも。教官、ダメ元ですよ。だからどうか、どうか諦めないで、リン。わかった。みんな頼む。儀式を解析、広域霊視ネットワークを構築します。ロゼン、ディータ、他の連中にも手伝ってもらうわ。ブーストするよ。皆さんの思いをリーン教官のもとへ。この光、そうか、そこまで成し遂げたか。エリゼちゃん、皇女殿下。はい。兄様は私たちが絶対に守ります。リーンたち7組と同じ霊力による結びつきか。ああ、彼らの存在を感じる。アーティファクトとアークス2を介した広域霊視ネットワークでしょう。うん、ここが最後の分岐点だよ。頑張ってください、リーン教官。リズちゃんたちも。くそ、俺たちもとにかく急ぐしかねえ。待っててくれ、リン、アッシュたち。私たちの力も貸すから。シバルさん、ここが天使の意地の見せ所ですわよ。ここを乗り越えれば、叶うはずもなかった未来を引き寄せることもあるよ。だったら、引き寄せるしかねえだろ。リン君たち、待っててくれ。君たちならば、いや、私たちならできるはずだ。ええ、お嬢様たちの未来と私たちの未来も共に。トマス・ライサンダー、間に合ったらよろしく頼むぞ。ええ、箱使いの名にかけて。ここが踏ん張りどころだな。あなたたちは、そうか、鬼神の力とともにバリマールの中に。ええ、ここまでの戦いも見届けさせてもらいました。リン、あなたたちの力見せてみなさい。待っているフィーたちのためにもな。ああ、それこそが我々にないお前たちの力。ああ、お前たちの全てを合わせて今こそ成し遂げるがいい。そこにいる忌まわしくも哀れな黒き炎との決別を。ドライケルス、貴様、我を哀れに宿った。ああ、彼は我、我は彼、なれど我は我らにあらず。これは、皇
八王一刀流、七の型無無双神器合一。いや、ここからだ。封じられることで巨大な力と融合した。あまりにもわずかな可能性だが、この次元で滅ぼせる唯一の形態として。そういうことか。何でもあまりに大きすぎる。バリマールたちは出力急激に低下。すまぬ、サイレンセイに持っていかれたようだ。くっ、そうなるかよ。なんとか俺たちだけでケリをつけるしかない。そなたらだけではない。この声は文校長。まさか精霊の道をつないだら、これよりそちらに転移する。箱で足場を用意するので存分にやってください。あら、翼よ、我らはあの地。お待たせ、君たち。助太刀する。全身全霊をもって。君たち七組の力となるため、受け継ぎし意志を示すためにも。露払いは我らに任せるがいい。レーシネットワークを構築した。こちらも支援する。遠隔オーダーでお手伝いします。ですから兄様、皆さんお願いします。どうか無事に戻ってきて。悪いな、俺らもオーダー程度だが。どうかブーンを、その手で未来を掴んでください。
うじゃの。私の番です。サーチモード起動。詳細情報ゲットです。僕の番だね。ああ、行くよ。ええ、みんな頑張って。ありがとう。助かる。助かった。任せるがよい。元気出してこ、プレジャースマイル。任せるがよい。尻とかせ。今だ。もらった。行こっか。せーの、やっ。はあ、とどめ。崩れた。遅い。行くぞ。ボルカニックハンド。俺の番だな。
やっ、あっ、チャージします。ありがとう。行きます。回復します。ありがとう。僕の番だね。敵ユニットの蹴、俺の番だな。うなれ、うおー、螺旋撃、今だ、気合い出せ。およ、うん、私の番です。アークス駆動、私の番です。回復します。マレティウス、ありがとう。僕の番だね。届け癒しの歌。ありがとう。行くぞ。参る。うなれ、うおー、螺旋撃、崩れた、気合い出せ。俺の番だな。何やせろ、ボルカニックハント行くぜ。食らいやがれ。崩れたな。私の番です。ブリューノク起動、照射。さてと、起動フラグラッハ、レッツ、今です。続けていくよ。僕の番だね。
間。リー、大丈夫、僕に任せて。ミリアム、悪い意味でも人を導いた。確かに闘争は人を進化させ高みに向かわせる契機の一つだろう。その意味でお前は炎や知恵を人に与えた神だったのかもしれないな。そうだ、その通りだ。我の起動者となればお前も。だが悪いな。ここから先は人の時代だ。お前を生み出してしまったサガと向き合いながら高みへの可能性を目指す。さらばだ、いじめるか。魂があるかわからないが、せめて女神のもとへ。やり遂げたか、リーン。ああ、なんとかね。でもいつの間にかあなたに気安い口調で喋っているな。なに、気にすることはない。もとより14年前は親子だったのだ。テオに託したのは少しばかり後悔しているがな。そこはまあ、テオ父さんの方が付き合いは長いからね。ありがとう、あなたの思いと覚悟が分かって嬉しかったし誇らしかった。でもさすがに親子かな、ちょっと行動パターンが似すぎている気がするんだけど。自らを犠牲にしがちなあり方か。反論はできぬが、お前はまだまだ先が長い。己を捨てて他を生かすのではなく、己も他も生かすのを最後まで諦めるな。お前の死の教えも結局はそこにつながるのではないか。ああ。いうことか、うん、やっと胸に落ちた気分だよ。
行くんだな。ああ、ここは狭間、かりそめの開口でしかない。だが会えて嬉しかったぞ。ああ、俺もだよ。ミリアムにクレア、レクター、ルーファスにもよろしく伝えてくれ。それではさらばだ、息子よ。さよなら、ギリアス父さん。終わったのね。ええ、結社も去ったみたいだね。ええ、おそらく地上を覆っていた黄昏の呪いも消えたはず。それはそれで大変なことになりそうだけど。ああ、帝国軍や千の陽炎でも間違いなく動きがあるはず。今頃ヴァンダイク元帥やカシウス中将が動き始めているかもしれませんね。リーン、その髪。そうか、呪いが消えたから。ニエとしての変化も元に戻ったというわけか。やっぱり教官といえば黒髪ですよね。そうね。少しばかりビジュアルが被ってたからな。最後に戻ってくれてよかったぜ。あ、そうか、黄昏が決着しちゃったから。分かってはいたけど。ああ、最初から言ったように単なるボーナスステージだ。2年前みたいに締めっぽいのはなしにしようぜ。そうだね。ミリアム、ミリアムさん。前にも言ったように、今の僕は総国のために作られた剣だからね。実体のない概念兵器みたいなものだし、儀式が終わったら消えるってわけ。ミリアム。お姉ちゃん。そんな、でも。何、そのように諦めよくする必要もなかろう。バリマール、オルディネ。来るがよい、我が腹からよ。最後の刹那、去りゆく前に集おうではないか。よかろう。
承知しました。お鬼神たち、大いなる一を倒したことで元に戻った。うん、その通りだ。まるで長き夢を見ていたかのようだな。ですが、七の総国は果たされ、大いなる一の呪いも解けました。苦労はあの末路をたどったが、今はそれをことほぐことにしよう。なんという壮観極まりないが条件は揃ったようだね。やっぱり他の連中と同じく不死者の身だったのね。ああ、それが王者としての人格を完全に受け継ぐ条件だったからね。すまないアリサ、ようやくちゃんと話せたばかりなのに。だが最後に二つばかり、研究者としての成果を示そう。デウス・エクセリオンよ、大地の眷属の長として要請する。大地の至宝ロストゼームのサクラメントプログラムをブート、残留エネルギーを生体素子に変換、合わせて概念空間の剣を実体化せよ。はあ、まさか。ええ、そのまさかね。暗黒時代の魔導士たちが追い求めてやまなかった禁断の領域でも、女神の二つの至宝の最後の力を掛け合わせれば多少の無理も通るそのような裏技が可能とは夢にも思わなんだぞ。やるなあクロノ、いやフランツ・ラインフォルトできればあなたにも手伝っていただければと。うむ、もちろんじゃ。デウス・エクセリオンよ、炎の眷属が王者として要請するアークルージュのサクラメントプログラムをブート、コンパクト修復されし肉体をなじませ、合わせて剣のコンパクを固定せよ。はい、炎の至宝に大地の至宝。なんて暖かい、とんでもないわね。キア、もしかしてあれは。うん、キアが雫の目を直したののすごい版みたいだね。今度はスマートにアバヨと行くつもりだっつうのに。で、なんだ？ジロジロと見やがって。一体何が？どうして消えかかってたのが？それにこの髪、体の様子も。血色もそうだが、髪も元のグレーに戻っている。やったー、ミリアム、お姉ちゃん。なんかとんでもないことが起きたみたいだけど、なんか眠くなっちゃった。ごめん、ちょっと。
ちるね。おい大丈夫、眠っただけみたいです。概念兵器の実体か、とんでもなさすぎでしょう。おーい、リンク、クロークも。みんな大人数すぎだろうまくいって何よりだ。父様バリマール、オルディーネたちも。何せ西方の残された奇跡を合わせたのだからな。まあただ一度きりの反則技とでも思うがよい。ああ、わかったぜ。待って、だったら父様だってなんとかなるんじゃ。いや、遺伝子情報にコンパクトな残留と、この方法は不死者となって短ければ短いほど成功する。私が不死者となって10年、同じ方法は通用しないだろうね。そんな。お嬢様。フランツ先輩。ジョルジェ、言うまでもなく、君はいくらでも間に合う。この帝国を立て直すのに私の分まで礎となってほしい。わかりました、先輩。シャノンさん、一度アルベリヒとして君が入れてくれた紅茶をいただいたが、実に美味しかった。これからも妻やお父さん、アリサに入れてあげてくれ。はい、もちろんでございます、フランツ様。行くのか、バカでしよ。ええ、先生。どうかお体にはお気をつけて。アリサも、短い開口だったけど、大きくなった君に会えて嬉しかった。どうか元気で、イリーナと、お父さんによろしく。私も嬉しかった。愛してるわ、父様。バリマールたちも行ってしまうんだな。たく、自分たちだけでとっとと行っちまうなんてな大いなる一を御するのが元より我らの役目でもあった。それが成し遂げられた今、存在を消滅させるのみでしょう。胸を張るがいい、我が起動者、いや相棒よ。かつての起動者の息子、あがきながらも前に進むお主を支え、成長を見守れたのは得難き日々だった。機械であるこの身にとっても実に誇らしく、胸が躍るような。リーン、私はお前を誇りに思うぞ。俺も楽しくて本当に誇らしかった。ありがとう、相棒。お前のことは忘れないよ。
そうだ、リン君、ユーシス君に、アルティナも、落ち着いたら工房本拠地跡、生態研究棟を調べてみるといい。その剣を持ってね。それじゃあ。フランツさんの言葉は、うまくいったみたいですね。閣下も喜んでいることでしょう。たく、自ら悪役を引き受け徹底的にやり遂げやがるんだからな。ある意味父親としてハマりすぎてたっつうか。まあ寝首もかかずに付き合ったこっちもこっちだからな。生き残っちまったことだし、おっさんの責任は取らせてもらうぜ。ええ、そうですね。ただしレクターさんの方は軽めで、王太女殿下とのお約束を破るわけにはいかないでしょうし。ああ、ふざけるなっての。情報局と鉄道憲兵隊を比べたら極刑になるのは明らかにこっち。いや、おそらく君たちはそう簡単には解放されないだろう。帝国のこれからを立て直すのにね。ヨルムンガンド作戦の中断、恐ろしいほどの混乱が起きるはずだ。停戦交渉に賠償問題、おそらく国内も呪いが解除されて大混乱に陥るだろう。ともすれば帝国という国家がなくなってしまうかもしれぬほどに。そんな中、 TMP と情報局の意義は君たちが考える以上に大きいはずだ。そうかもしれねえな。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう今回の騒動、およびクロスベル問題をより良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で、言ってしまった彼に報いなくてはな。はい。たく、さようなら閣下。今までありがとうございました。あばよ、おっさん、せいぜい煉獄で見守っててくれよな。ねえねえ、考え直すとしたらこれが最後のチャンスだよ。っていうか、さすがに思い切りが良すぎじゃないの。いくら結社が来るもの拒まずだからってさ。毒を食らわばというだけですよ。このまま帝国に残っても皇太子たる僕を極刑にはできない。かといって廃嫡にしてアルフィンか兄上が継いでもしこりとなるでしょう。ならばこのまま行方不明となって帝国から消えることにしますよ。どうやら結社も人手不足の様子、そこそこ腕に覚えもあるつもりですしね。あ、執行者として認められればいろいろと好き勝手ができるんでしたっけ。これを機に帝国以外の広い世界を見て回るのも面白そうだ。坊ちゃんのくせに思い切るじゃん。いいよ、それだったらシャーリーと一緒に行くとしようか。ちょうどベイオウルフも来てるし、そのうちパパにも紹介してあげるよ。パパって同心でしたか。って
そういう意味じゃないんだろうな。ええ、お願いします。さよなら、アルフィン。兄上、クルトに、リーンさんたちも。それから半年以上の日々があっという間に過ぎ去っていった。大いなる黄昏が解除されたことで、世界大戦は二日目で停戦へと向かった。ヴァンダイク元帥とカシウス中将の協力により、より被害が少ない形での停戦合意がなされ、さらに手術が成功したユーゲント陛下がマスコミを通じて復帰を宣言したのである。合わせて暗殺未遂が共和国の仕業ではなかったことも全世界に発表され、国内では大混乱が、国外では非難の嵐が巻き起こることとなったが、レーグニッツ帝都知事が政府の代わりに精力的にそれをフォローしていくのだった。それを受け、共和国や大陸各地に展開していた帝国軍は即時撤退を開始し、徹底的な追撃なども予想されたが、共和国軍もそれを深追いはしなかった。実際帝国軍の戦力は圧倒的だったため、手を出すことでの反撃を恐れたと見られる。まるで悪い夢から覚めたかのような、多くの帝国軍兵士に帝国民、一方共和国では当然のように帝国への激しい非難が巻き起こるが、幸い1日目の地域で非難は完了していたため、民間人の被害が最小限にとどまったのは大きかった。退任間近のロックスミス大統領も慎重に対応し、不満をある程度抑える方向へと持っていく。次期大統領もそれを了承するが、帝国に対し天文学的な賠償金を要求する方針が伝えられ、レーグニッツ知事が暫定主犯となった帝国政府はそれに対処する政治交渉を迫られることとなった。そんな中でも帝国軍が撤退したクロスベルへの共和国軍の侵攻については強く釘が刺され、リベール、レミフェリア、アルテリア報告もその点だけは共和国に強い自制を求めるのだった。なお賠償金は帝国政府、皇室、RF グループ、海援家を中心とした四大名門が賄うことに。なおクロスベルから帝国正規軍は撤退し、帝国政府とマクダイル議長の交渉も始まったが、総督府治安部隊、通称総督親衛隊は了承せず、一時市内全域が彼らに制圧されることになった。逮捕されたルーファス元総督の呼びかけにも応じず、共和国軍による侵攻も危ぶまれたが、かつて軍警に所属していたクロスベル警備隊と市民の有志に解決が委ねられるのだった。そして劇団アルカンシェルに看板女優3名が戻った初公演の日、動力ネットで撹乱された親衛隊は一気に制圧、有志たちの手でクロスベルは解放されるのだった。なおその中心にはかつて多くの事件を解決した特務支援課関係者の姿があった。対外的な困難を乗り越えつつ、さらに大変なのは混乱を極める国内事情だった。戦争を先導したオズボーン宰相の死も公表され、抑圧されてきた貴族が反動で動こうとする一方、民衆はその動きに反発、皇族が両者を何とか抑えることに。しかし皇族でありながら宰相と共に戦争を煽っていた皇太子の行動も取り沙汰され、彼が消息不明となったこともあり、皇族もまた厳しい立場に置かれることとなる。そんな中、アルフィン公女や左目を失いながらも生還したオリバルト王子が
真摯に国民に向き合い、国内外の信用を少しずつ取り戻していくのだった。またクロスベルデの状況を受けて、ジュライ、ノーザンブリアでも独立の機運が出てきたが、一方で10年近い経済特区としての成長や貧困などの理由で貴族維持を主張する勢力も、場合によっては新たな火種になりかねず、関係者にとっては頭の痛い問題となっていた。なお、オズボーン宰相の直属と囁かれたルーファス元総督は逮捕されることになったが、同じく直属だったクレア・リーベルト少佐とレクター・アランドール少佐は逮捕を免れ、それぞれ情報局、鉄道憲兵隊の責任者として国内の混乱収拾に尽力することとなった。ただし両組織とも政府直属の立場を失い、いずれ新たな形に再編されることが決定していた。遊撃士協会は地位を取り戻し、各地の支部が5年ぶりに復活する流れとなった。大陸各国から高位遊撃士も派遣され、帝国各地の様々な混乱の収拾に協力していく。ちなみにギルド筋の極秘情報によると、行方不明のセドリック皇太子があろうことか結社見喰らう蛇に身を投じたのだという、執行者なる高位エージェントとなったという噂も流れているが、真偽のほどは定かではない。そして他の四大名門やレーグニッツ暫定主犯、司法監察員と協力して事態に当たっていた公爵家代行ユーシス・アルバリアは、数ヶ月後一区切りがついたところで仲間たちと共にとある場所に出向く。全員が全員それぞれの立場で混乱収拾に尽力していた日々の後、数日後とあるささやかな集いにお互い出席する意思を示した上での再会だった。Z73 のバックアップ素体だっけ。アリサのお父さんが用意してたんだよね。うん、自分に戻るわずかな時に用意したらしくて、クロに気づかれないようことを運ばれていたようですわね。すごい人だったのだな。チートすぎんだろ、あんたの裏技といい。ああ、まったくだぜ。大丈夫、マナも安定しています。完全なる無垢の魂、衝突なども起こさぬじゃろう。私たちがサポートするから、早速始めるわよ。ユース、何をボケっとしてるんだ。さあ剣を前に。ああ、ほら、アルティナも。大丈夫です、きっとうまくいきますから。だからアル、勇気を出して。はい。大丈夫、ちゃんと安定している。女神様、どうかお願いします。こんな奇跡、もちろん滅多にあるわけないだろうが、それでもどうかこの子たちに免じて。剣が、うん、はあ、
じゃあみんなもどうして？ユーシス目を丸くしてどうしたの？ってあれ、僕確かあの時ミリアム。お姉ちゃん。あ、ちょっと二人ともどうしていきなり。リーユ、みんなも一体どうなってるのさ。決まってるだろ。眠っていたみたいだし、伝えたいことは山ほどあるけど、まずはこの言葉じゃないとだな。おかえり、ミリアム。